電気屋の手持ち工具は基本的に何でも入るかなと思うんですけど、なんでまあ僕たち電気工事士以外でもいろんな職種の方に使いやすいかなと思います。はい、それではテックパックハイビズイエローの仕様編の紹介をしていきたいと思います。前回、まあ、ざっくり説明はしたんですけど、実際こう道具入れながらとかどういう使い方しようかなみたいな感じでやっていきたいと思うんですけど、ポケットが垂直式のポケットが46個もあるんで、正直何入れようかなって迷うほどあると思うんですけど、入りきらないですよね。そうですね、まあでも車に乗ってる工具の中からその日の現場というかその現場の状況に合わせてダーッて入れてもういっぱい持っていってもいいかなと思ってます。で今ちょっと前のポケットも大きいんでちょっと入れているんですけど、ちょっとね、インパクトが今ここに入ってるんですよ。わお、まあ、10.8 のインパクトなんですけど、でまあランタン入ってたり、バッテリーもね、こんだけ前のポケット大きいんでこの 18V のバッテリーがここすっぽり入るんですよ。18の5安が入るってすごいっすよね。うん、なんで牧田さんの 40V も全然入ると思います。入りそうですか。うん、アルバと小さいですもんね、うん、こんな感じで入るんですけど、なんでこのでかい38まで押せるアッペもうわ余裕やん。こう入れてもまだ高さが全然余裕があるっていう、これ嬉しいですね。そうですね、これ結構ね直すとこ困るんですよね。そうなんですよ。なんでこれが入ったら電気屋の手持ち工具は基本的に何でも入るかなと思うんですけど、それもね長いからね、これ長いけどこれもおー余裕、逆に差し込みすぎたら埋まっちゃうでっていうぐらいそれはこれは着ベンチです。これが250ぐらいかな、高さで言うと。いやこれめっちゃいいよ。もう工具バッグこれ1個で完結するかもって感じで、合戦道具どころじゃないっすね全体的な感じで金物工事もできますみたいな。ストリッカーもなかなか入れるとこね、そうですね、余裕やな。どんどん入れてますね。でかいですけど、はい、楽勝。ちょっと短いのは上で、はい、気持ちいいっすね。そうですね、マヨファントさせていけるから入りすぎるんで、ね、正直46個もあるんで46個も持ってないな、まあ、ソケットとかねビットとか細かいの入れ出すとどんどん入ってます。ちょっと順番がバラバラになっちゃうんですけど、まあでも配置考えでもサクサクさせていけるのは楽ですね。そうですね、何でも入るしね、という感じ で、そっからこうやってまだインパクトも全然入るよとすごいですね。いやーこれすごいっす。でこうこういうケースね、はいはい、スリーブとか入れてるケース入れても、うん、最高っす、ね、さらに前にも物挟めるスペースもあるんで、ここはどんだけ入ってもスペースは変わらないんで、でこれまだ前だけなんで裏もあっ僕が取れることを気づいたんでで今ねすごいもん入ってるんですよ。そんなん入んのっていう、このデオルトさんのこの大きいのが、はい、この中すっぽり入れるよってことなんで、図面とか図面ケースに入れても入るのかなと思います。あとインクシロップケースとか、ちなみにこれは図面ケース、あそうですね、図面もびっしり入ると思う。でインシロックケースがこの前のポケットに、はいはい、すっぽり入っちゃいます。いいですね。これ200万かな、一般の生鮮とかね、うん、だから出張サービスというか修理されるメンテナンス系の方とか、はい、これ1個で背負っていけるんで現場に、あこっちに電動工具取れた方がいいかな。バッテリー充電器もこの前のスペースに入ると思うんで、ちっちゃいとこはビットとかかな、ビットです ねちょっと足していきましょうよ、こいつらやってみてほしいです。8いいっすね。10逆向きでもいけるんですか。どっちでもいけると思う。おおほうほう、あこっちの方が見えるっすもんね、何のサイズか。そうですね、うん、いやこれいいな、こうやん。13、14は持ってないんですけど、まあ、17ぐらいまでかな、19でちょっと長くなってきたんで、そうですね。ここにこれかけてる、フィッシャーちょうどいい。お切りとかビットとかやったら同じポケットに何個も入りそう。いいですね。なんか切り用にちっちゃいとこありませんでした。なんか切り立てはね、特にはそういうのはなかったかな。 LC にはね、ついてたんですけど、うん、C って言うならこの辺かなって感じですかね。あ、そうですね、まあ、ここはペンとかね入るかな。こっちちょっと細いんか、ね、まあ、マジックとか、マジックとか、あ、マジ精密ドライバーとかいけそうですね。これやね、これ用意ね、完全に入った。
それ用っすね。間違いないですね。でこの上下がね補強されてあるんで、はい、こういう先とんがってるやつでも穴開きにくいのかなと思います。はい、うん、こういうところのやっぱ細かいとこが補強されてるのかもないですしね。さすがベトさん。さすがベトッチ。あ、インパクト取ってもらっていいですか。あ、ここね。こういう技も使える。まあスケールかけるとこなんですけど、こういうフックであればこっちの方がしっくりくるかな。ね、ブランブランしないですよね。うん、で一応この動画見た人用にこっちにもかけれますよ。そうですね。左でもいいですね。でもこっちの方がでもいいかも。かけやすいし、ね、取りやすい。今こう海外の職人さんってこういうスケール持ってられる方結構多いと思います。水平器ですね。あ、ごめんなさい、水平器。はい、多いですね。これはこれがしたいがためだけに買いました。現場でも使わないですけど、ここね。でもふとした時に水平器忘れたりしますからね。これだから海外の人がやってたのかな、はい、これやろうと思ってすぐアマゾンで買いました。そうで、こんだけ収納してで、例えばリュックタイプなんで現場移動する時、まあ、車から大きい建築現場とか結構歩かなあかん時とかあるんですけど、背負っていくと両手が空くんで、まあ、こっち材料持ったり充電ドライバー持ったりとかして歩けるんで。そうですね。でこうタラップ昇降する時も両手が不自由なんで移動がとてもしやすいかなと思います。いいですね。どうぞ。でかいですね。まあ威圧感はありますね。威圧感ありますね。多分まだ日本の職人さんでこれ背負って現場歩いてる人、はい、おっても一人ぐらいかなと思うんです。めちゃ目立つっす ね、 ね、間違いなく目立ちますね。でもこれ一つでほんまに材料も図面も道具も入るんで、うん、でね、ここ下が安定のこういう強い素材なんで、はい、もうそのままドーンと置いてもらって大丈夫だと思うんで。現場に駐車場がないから電車で来てくれってこともね、ありますしね、うんうんうん、そんな時でもいいですね。これはマジで使いやすいと思います。そこは何ですか。ちっちゃいポケットが2つですね、はいはいはい、なんでまあ僕たち電気工事士以外でもいろんな職種の方に使いやすいかなと思います。まあ、なんせ丈夫ですね、もう持った感じ間違いない。でこういう裏のパッドとかもこう考えられていて、重たい重くなると思うんですよ、やっぱり道具入れると。そういうのも考えられてるのかなと思います。で、ここも反射になってたり、暗いところでも結構現場って暗いんで、ね、これこの辺が光ってくれると、はい、あいつあそこにおるなってすぐ分かると思う。これいいな、ほんまに。いや、いいっすね、マジで。はい、こちらの、テックパックハイビズイエロー、お値段なんですけども52,800円という、まあ、結構高価なものにはなるんですけど、まあ、いつも言ってるみたいにベトさんの商品は耐久力があるので本当に何十年使える道具やと思うので、あの1回買えば長持ちすると思うんで高くはないかなと思います。しかも5年保証もね、5年保証、安全の5年保証なんで、5年保証付きなんで、こちらの動画の概要欄でからベトさんの方に、リンク貼ってますので、飛んでいってもらったらこちら購入できますので、まあ、これ以外にも、まあ、僕これだけ持ってるんですけど、いろんな種類がねあるので、自分に合ったあのベトさんの商品見つけてください。ありがとうございます。ということで、まあ、いろいろ紹介させてもらったんですけど、キャンペーンの方が、ね、5月で終わりますんで、まあ、ほんの一例なんですけど、前僕の動画で紹介した MC、こちらを購入すると TP4B の額がなんと無料でついてます。で、こちらのハイビズイエローを購入すると TP4C が無料でついてます。でですね、これはほんの一例であって、Tier1、Tier2 というキャンペーンを2つやってまして、MC 以外にも対象商品が何個かあります。こちら画像で貼っておきます。で、こちらの Tier1 もこちらのハイビズイエロー以外にも何個か対象商品がありますので、それも貼っておきますので、自分が好きな2つを考えながら、購入されたお得に購入できると思います。で、さらにお得なのが、ペトプロバックさんのホームページから LINE の友達登録をすると1000円オフになるので、今回のキャンペーンとも併用できるので、さらに1000円安くなってお買い得になります。で、さらに、それを購入したレビューを書くと、1000円の追加の割引券がもらえるので、まあ、せっかくなので、ついでにさらにやったら、また次お得に買えると思います。とりあえず面白くしたいです。電気屋を。